見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。10月28日9時55分頃、茨城県で最大震度4を観測する地震がありました。震源地、茨城県南部マグニチュード 4.6 震源の深さ、約 50km。 この地震による津波の心配はありません。震度4、茨城県坂東市馬立。震度3、茨城県坂東市岩井坂東一山坂東市役所土浦市日田土浦市藤沢茨城古河市下大野茨城古河市二礼石岡市柿岡石岡市若宮石岡市八里石岡市石岡下妻下戸城町下妻式ぬ上層市新石毛上層市三街道諏訪町取手市寺田つくば市天王台つくば市小吹茨城鹿島市八方守谷市大岡市は筑西市不入筑西市にぎなり霞霞ヶ浦市上土田桜川市岩瀬桜川市真壁なめがた市玉造なめがた市麻生鉾田市組上つくばみらい市加藤つくばみらい市福田八千代町姿に五日町小福田境町旭町水戸市内原町笠間市石井笠間市中央笠間市下郷笠間市笠間尾三玉市小川尾三玉市上玉里茨城町小包栃木県栃木市朝日町真岡市田町真岡市荒町下野市田中下野市笹原群馬県館林市上見林町板倉町板倉埼玉県加須市久井久喜市下早見久喜市青葉久喜市栗橋久喜市鷲宮埼玉北区宮原埼玉大宮区大門埼玉見沼区堀崎埼玉中央区下落合埼玉浦和区高砂埼玉浦和区時和埼玉南区別所埼玉岩槻区本丸川口市中青木分室川口市安行両家春日部市春日部春日部市金崎越谷市越谷蕨市中央戸田市上戸田八潮市中央三郷市中央幸手市東吉川市清見の白岡市千田の宮代町笠原杉戸町清地千葉県松戸市根本野田市鶴豊野田市東宝珠花成田空港習志野市鷺沼柏市旭町柏市柏柏市大島田鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷東京都東京新宿区上落合東京文京区大塚東京中野区江古田東京杉並区高井戸東京板橋区相生町東京練馬区豊玉北東京練馬区光が丘東京足立区伊興調布市西辻が丘